なりたいチャンネルです。新しく雲ですが、何か二次創作が始まります。それでは苔玉ですが、何か緑間、クロッピング、スピリッツ、地獄の門番、司会の川、決着、朗読を始めます。苔玉ですが、何か緑間、クロッピング、スピリッツ、地獄の門番、司会の川、決着。掲げた先生が魂を震撼させながら力強く響き渡る。大顎を噛み閉じ、自らの牙で確実に抹殺対象をうがち潰したと認識する地獄の門番。ケルベロスは次に殺すべき対象を定めるため、ほんの一瞬、秒にも満たない時間、先ほど仕留めたばかりの存在から意識を切った。その感激にて、まだ死んでねえぞ、打剣が。閉じた視野が内側から爆散した。たまらず悲鳴を上げながらケルベロスは大口を開いて振り回し、砕けた牙と共に弾き出されるように出てきた人影があった。殿下、無事であったか。服には大穴が開き、ランルのよう。だが、そうなるほどの汚れを帯びた地名をその身に浴びたはずなのに、ユーゴーの肉体に負傷は見受けられない。いいや、むしろ空気にさらされた肉体はみなぎる魔力に異様なほど活性化していて、腐り落ちた血肉が秒単位で刷新されていく。まるで脆い人の体を脱ぎ捨てて、強靭な魔の存在へと申請するように。その姿、大丈夫なんすか。ああ、問題ねえ。絶好調だ。消える激痛と麻痺、肉体そのものが麹のものへと組み替えられたことで、呪詛の効毒から影響を出し、体のしびれが溶けていく。一度下がって回復しろ、俺が抑え込む。変化はそれのみならず、日焼けした肌がより浅黒くなり、髪は脱色して鋼じみた色合いに。魔族よりも魔族らしい悪魔じみた姿へと、ユーゴーは変貌を遂げて現れたのだった。うおー、おたけびとどろき、魔人はかき消える。暴風と衝撃波を置き去りにして、空間ごと発災する剛健烈脚の圧殺陣。使うなって言われてたから、使わずに済めばよかったんだけどよ。もう出し惜しみできる余燃ねえな、なら魂燃やしてやるまでだ。支配者スキルに付属する特殊なスキル、その一つが奈落である。発動させた奈落というスキルによって、今のユーゴーは全盛期の魔王アリエールすら超えていた。その力は魔人化。天界を追われ奈落に落ちた天魔の一端を身に宿す能力。あくまで擬似的なもの、ほんの数分間しか保たないハイリスクな体改造だが、それに見合うだけの異常な強化をユーゴーへもたらしていたのだった。そしてもう一つ、潰れろ。ユーゴーが手をかざした瞬間、ケルベロスが海面に叩きつけられた。直接殴ってなどいないのに、地獄の犬は無理やり押さえつけられたように不格好に伏せていた。よく見るとケルベロスの獣毛には五子の輪郭が浮かび、握りしめているようでもあった。奈落へ引きずり込む重力の手、それがケルベロスを押さえつけている力の正体であった。空気の破裂する音が連続する。荒れ狂うオーダが重なりすぎて、もはや耳をつんざく一続きの音にしか聞こえない。その檻に閉じ込められた地獄の門番は、まるでもてあそばれる子犬のように、あれほどの巨体を押さえつけられて身動きの一切を封じられていた。ああ、そうさ、負け犬のままはごめん、こうむるんだよ。前世ではその場その場のノリで生きるバカなガキ、楽しくやりたいだけなのに疎まれ避けられ嫌がられる。転生なぞすれば、腐りかけの帝国で薄ら寒い笑みを貼り付けた腹黒い豚どもから、気色悪いごためごかしを聞かされる日々。そしてしばらくは気楽に生きれるかと王国へ留学すれば、そこにいたのは前世のダチと気楽なぬるま湯を、俺が欲しかったものを余さず持っていた山田の野郎シュレイン。なんで裏目に出るんだ、なんで息苦しく暮らさなきゃならねえ、なんで惨めな思いを味わわされてんだ、なんでもっと
自由に生きられねえんだよ。ユーゴ・オバンレング・ザンドイーやナツメ・ケンゴの人生はままならない現実との衝突だった。粗暴に振る舞おうが閉塞感は壊せねえ。利口に生きれば胸クソ悪いバカを見る。俺の人生、生きやすいと思ったことなど一度もねえ。どうして俺はこんなに息苦しいんだ、そう虚しく吠えたこともある。けれど、だけどな、腐ってふぬけて落ちぶれて、そんな無様じゃ死んだ数なりあいつに顔向けできねえだろうがよ。亡き親友へ捧ぐ感謝の誓い。失って初めて知る彼の献身と友情の数々。いかにお前のフォローに助けられていたのか、いかにお前の遊戯が俺を孤独の淵から救ってくれていたのか。それを転生後、二度と会えなくなってから理解したゆえに、感謝は絶えない。今さら、己の犯した罪業と歪んだ気質は消せやしない。けれど心に宿る親友への感謝にふさわしくあるために、ユーゴ・オバンレング・ザンドはままならぬ苦しい世界であろうと生き恥をさらしてでも、惜しく戦い生きるのだ。もっとだ、ここで魂かけなきゃ意味ねえだろ。征服、近ざれよ、我が現在。躊躇なく行われた、禁断の特殊スキル二重起動。次の瞬間、この場にいる味方すべてが、世界守護の旗の元神話に歌われる征伐軍と化した。なんと、ありえねえす、力があふれ返って。ロナント、オーレル、そして竜たち全員の戦闘力が跳ね上がる。湧き上がる力は、彼ら彼女らのステータスを底上げしスキルに補正をかけていく。誰もが皆、もともとの限界点すら軽く超えて、神話級の領域に踏み入るほどに。お前ら、長くは保てたね。畳みかけろ。ユーゴを起点としたそれは、自身が鍛え上げた力を基準とした他者への強化バフ。そして対象が多いほど自身も飛躍的に強化され、一時的に能力の共有化すら行える力だった。将たる存在が強ければ強いほど、進化とする兵たちも強くなる。そして進化が多く強ければ、将もまたより強大となる。それを体現するスキルが、征服であった。ユーゴの号令に従うように、飛来する極炎とテンペストの魔弾が炸裂した。それだけに止まらず、次から次へと降り注ぐ破壊の渦の乱れ打ち。魔人が率いる軍勢が反撃や抵抗を許さずにケルベロスを滅多打ちにしていく。その強化幅は末恐ろしいもの。何せ傲慢と強欲を順当に用いて力を高めた融合と、これら2つのスキルの組み合わせは極めて相性が良いのだから。限界を突破し成長させた自己の能力に、奈落による魔人化の強化値が加算され、それらが征服によって配られ味方全員を強化するのだ。絶対なる王者に率いられし、勇猛果敢な人界の守護者たち。これこそ時代の帝王と世を守るマスラオなり。もはや規模は比較にならないほど跳ね上がり、数えきれないほどの暴力の竜巻が吹きすさぶ。竜のブレスで焼かれ、魔弾が風穴を開け、ケルベロスの全身が瞬く間に壊されていく。それをまっすぐ眺めながら、ユーゴーは赤霊をにじませながらつぶやく。悪いな、だがまあ許せ。それは誰に向けて詫びた言葉だろうか。動きの止まったケルベロスに向け、ユーゴーは聖剣に構えた。体をねじり引き絞られていく全身の筋肉に、最大の破壊力が充填されていく。お前の憤激その怨念に一定の理解を示しながら、けれども黙って滅んでやるわけにはいかないと手向けの言葉を捧げる。胸に刻むぜ。この綺麗な世界は俺だって好きになれたものだしよ。爆発のような大気の破裂音とともに、ユーゴーはケルベロスへと熱勢の鉄拳を振りかぶった。引き絞られた筋肉が解き放たれ、そして動きが目で捉えられなくなると、彼の姿はケルベロスの後方遥か彼方にいた。その拳を振り抜いた体勢で静止している姿を見つけた時、全てが終わっていた。正面中央の喉から背中までを貫通し、うがたれた大穴、喉と心臓を根こそぎぶち抜き、
脊椎ごと跡形もなく消し飛ばした一撃に、サシモの世界を滅ぼす地獄の門番ですら耐えきれるはずもなく急速に生命活動が停止していく。ぐるる、海中へ崩れ落ちる寸前、ほんのわずかな時間だけ狂気が消え去り、むき出しの牙を収め、ゆっくりとまぶたを閉じるケルベロス。ああ、これで我らが王が望まぬことをせずに済んだ。そのことに感謝しながら、地獄の門番の核となった眷属たちは緑の乙女のもとへと帰っていった。そして同じく、はあ、スチュクスが放つ死滅の濁流が突如途中で勢いを減退させながら凍てつき砕け散った。赤黒いつららを粉砕して血のような結晶をまといながら現れたのは五体満足な姿のソフィア。いや、これは果たして彼女と呼んでよいのだろうか。肌にまとうは血の流輪、瞳孔は縦に裂け爬虫類地味た深紅の瞳、そして何より目につくのは側頭部から後ろへと突き出た氷の角。その姿はまさしく艶うらら遠寧たる人型の竜、まるで吸血鬼と竜人の愛の子のような怪しくも美しい姿に、白磁の吸血姫の身は転身していたのだった。体剣を構え直し、彼女は再びスチュクスへと突撃をかける。迎撃の切削水流が迫るが、それただ手をかざすだけで致死の液体を何の変哲もない氷へと無効化し、空をかける。ふふ、母は、あ、母は、もはや絶叫に近い笑い声を上げながら、鮮血の竜人は震える攻撃すべてを雲散無償させる。全身を駆け巡る血は新たに発現した力を乗せて流動し、とてつもない解放感とともに気絶の乱舞が止まらない。お嬢様、ご無事で何よりです。ええ、この私が負けるはずないもの、ついてきなさい、ぶっ倒すわよ。是非もなし、お供します。ソフィアを先頭として吸血鬼囚獣がダウンをかき分けて突き進む。死滅の血液も腐食の粒子も彼女の周囲一体だけは存在を許されず溶けるように消えていく。消えずに残るのは何の魔術もこもっていないただの水と氷が重力に引かれていくだけ。醜きれいでしょ、弱強いでしょ、でも別にいいの、これが私だから。今のソフィアは過根のスキルによって肉体が本物の竜に近しい蘇生へと作り変わっていた。それゆえ彼女に近づくだけで魔術由来の力はかき消され、見る影もなく溶け落ちる。まるで嫉妬に狂い全ての輝きを溶かしたいと願う横島竜レビアタンのように、魔術の輝きは蛇竜がまとう毒の息吹によって誘拐していくのだった。私は吸血鬼私よ、それが誇りで、それが自分。今の自身の姿を見やりながらソフィアは言う。誰に何と言われようと否定されようと、それが私だもの。邪魔させないし奪わせない、私の自由と己すべては私のもの。それが私の掴んだ唯一の真実だから。前世のネギ師匠子の記憶も、ソフィア、ケレンの名も、両親を失った出来事やメラゾフィスと共に旅した思い出も、似たような境遇の仲間と過ごした日々も、どれもこれも自分のもの。悩んだことも後悔したこともたくさんあるけれど、消したいほど嫌なものなど一つもない。吸血鬼としてのせいだってそう、今では私を構成する一つだから胸を張って言い返せる。これが私よ、と。血を吸うことへの罪悪感も、闘争を好む気質への嫌われ縁をも、もうどこにもありはしない。なぜならそれが吸血鬼の普通であり私だからと、ソフィアは迷わない。吸血鬼とは、神を目指し、されど不完全に進化した魔術生物のことを指す。器だけ不相応に拡張して、魂の中身を満たせなかった慣れの果てが、そう呼ばれるのだ。大半の吸血鬼が理性を失って、本能のまま血を吸い同族を増やしてしまうのは、その進化に適合できなかったからだ。高次へ進化した肉体に何の成長や補強のないまま格の低い魂を入れれば、希釈されて自我が溶けてしまう。
そして不完全な深海や神化は生物の根源たる血という因子を暴走させて神格ではなく怪物へと秘術者を変容させる。生物なら誰しもが持つような親より生まれ子を成しつなぐという一つの理を歪曲させて、だから吸血鬼は血を求めるのだ。血液に含まれる魂の断片をすすり欠けた己の魂を補うがために、そして血を吸うという行為で自らと同じ血族を増やすために、バトルジャンキーともいえる性格へと変わるのも強い魂を求めているから。殺した相手の生き血を浴び空虚な中身を埋めたいがため、そして血族にするにふさわしいお眼鏡にかなう相手かどうか試すため、それらの悪性とも取れる本能させソフィアは受け入れ誇っている。心と血は同じ体にあって、生後も合わせ飲みながらどちらも自分だと共存している。ゆえに胸中にあるのはなんてすがすがしいのかしら。口角が上がり澄み切った笑みが浮かぶ。無垢で無邪気な童女のような心境でこの性を心の底から謳歌するのだった。だから邪魔なのよデカブツ、私の前に立ちはだかるのなら容赦はしない。ご大層な理想とやらも呪詛や嘆きも知ったこっちゃないわ。私はやりたいようにするだけよ。法は射撃をものともせず豪雨のごとき弾幕をくぐり抜ける吸血鬼囚獣、それを援護するかのように冒険者二人も海蛇の意識を引くべく顔面めがけ強烈な風雷を放ちながら叫んだ。答えとも無様でも醜くても俺たちの歩んだ旅路は宝物だ。消されるわけにはいかないのよ。命も思いも私たちの旅は私たち自身で終止符を打つわ。国彦と浅香、その人生の大半を復讐と冒険に捧げてきた二人にとってもここで終わるわけにはいかないと吠える。たとえ力が及ばずとも無価値な扱いだろうとも、その末の結果がどうなったとしても納得を得られなければ終われないのだ。スーは兄様のため、それ以外必要ない。私の使命は海の統治、好き勝手にさせるとご思いで。半目で淡々とつぶやくスーウレシアに、歌うように水流が持つ役目を占するイエナ、彼女らにも譲れないものがあると臆せずひるまず戦う。誰もが皆心に宿した信念に従って立ち向かうのだ。たとえ相手が非常に強大で恐ろしい海の化身たる緑まであっても、 SISIAGIIA 無駄なのよ。降り注ぐ死の雨を次々と打ち払い、ソフィアはさらにさらにと加速する。手数の多さに接近する隙間をうかがっていたのも過去のこと。今の彼女に死滅の呪いは通用しない。血の流輪が形作る異端の高魔術結界、その範囲は狭くとも魂を燃やした熱量によって出力と干渉性は極まっており、その守りは例外的な相性差を誇っていた腐食属性ですら突破できない。腐食の切削水流も死滅の血しぶきももやのごとく溶かし散らす。もはや自戒すら厭わず狂乱するスチュクスへソフィアが懐へ入り込んだ。断罪こそが我が美徳。その彼女を援護するようにメラゾフィスが正確無比な剣撃を滑り込ませる。発動した特殊スキル、それは対象の在郷に応じて威力を高めるスキルで、実質的に生まれたてなスチュクスには効果の薄いものだったが、それでも強化率は桁外れな値となって通打を与えた。そしてひるませたわずかな隙こそがソフィアへ捧ぐ必殺への布石だった。ソフィアの体剣に血の流輪が並ぶ。それは刀身を延長し一刀の元両断できる効率の特体験へと組み替わった。望まぬ狂気に染められた魂を解放してやるために。おやすみ苔森の眷属たち、ご主人様が助けるまで彼女の中で眠ってなさい。深紅と漆黒をほとばしらせながら最後の一撃が放たれる。振り下ろされた特体剣は死をまき散らす海上要塞として設計された緑間を空竹に両断した。
脳のみならず機関部である心臓ごと潰され、その身にまとう腐食の力が消えていく。死海の川と私森は魔術を砕く鮮血に引き裂かれた。血液はただの海水へと変わり、半壊した巨体も海へと溶ける間際、スチュクス、カロンは切なく喉を鳴らした。S.I. あいあい。ありがとう、主の友よ。また今度、一緒に遊ぼう。未来に約束を交わしながら、死海の川の核となった眷属たちは緑の乙女の元へと帰っていった。次回は、雲ですか、何か、二次創作、苔玉ですか、何か、緑間、クロッピング、スピリッツ、冥府の魔性、決着、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。